一方、今日は県内各地で公立中学校の卒業式が行われました。このうち田村市の船引中学校では、保護者や在校生は常にマスクを着用。卒業生は基本的にマスクを外し、校歌の斉唱など歌う時のみマスクを着用しました。そして卒業式の後には、弁護士ゆうやさんです。どうぞ。アーティストとして活動する手越祐也さんがサプライズゲストとして登場。手越さんとともに農業振興などに取り組むプラット福島が企画したもので、卒業生は全員で手越さんを囲みながら記念撮影を行い、思い出に残る一日となりました。